どうもプラチナムチャンネルへようこそ。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、良質クラス B モーターホームがね、入庫してきましたので、ちょっとそちらをご紹介したいと思います。はい、今日ねご紹介する車両はロードトレックの190ポピュラーという車両になりますね。アメリカのクラス B モーターホームになります。このねロードトレック170っていうのはね、比較的台数あるんですけどね、このちょっと長い190っていうのはね、なかなかね出てこない車両になるんですけども、まあ内外装ともにね、この年式のものとしてはね、かなり状態がいいものになりますので、その辺をねご覧いただければと思います。はい、外観からいきますね。まあ、ボンネットの方もね、しっかりツヤがあってね、いい状態だと思います。まあ、このねあるあるこの上の方はね、どうしてもまあ結構ね風の影響とかね、まあ、ずっと直射日光が当たってる関係でちょっとねダメージっていうのは出やすいものなんですけどもね。はい、バンパーとかもね非常にいい状態です。一箇所こちらの方にね、多分縁石かなんかにぶつけちゃったんじゃないかなと思うね、ちょっと割れた跡がありますけどもね、まあ、補修の方はされてますね。じゃあぐるっとね反対側助手席側の方からね行ってみたいと思います。はい、手動式のね福山のサイドオーディングの方がねこちら装備されていますね。助手席から行きますけども、はい、ご覧ください。フロアマットとかね、かなり綺麗な状態です。もうこの辺もねほとんど傷がない状態でね、ダッシュパネル関係もねかなりいい状態を保っています。はい、シートの方もね、非常にいい状態がね保たれていると思います。ドアの内張りの方もね、傷や汚れもね、なく非常にいい状態です。はい、ここからね、キャンパーのね部分の方に入っていきます。こちらもね内側の扉かなりね綺麗な状態ですし、ステップの方もねほとんど傷もね、なく非常に綺麗な状態です。でご覧のようにねこちらのねフロアマットね、本当に汚れやシミもなくね、綺麗な状態に保たれています。こちらのシートの状態もいいですね。はい、リアはねヒッチメンバーの方が装着されてまして、スペック的にはね一軸トレーラーぐらいね余裕で引っ張れるね強固なヒッチがついています。上はね、ルーフエアコンになりますね。バックカメラもついています。サイドパネルの方もね、目立つ傷もね少なく、ツヤの方もありね、非常にいい状態です。このモデルね収納、外部収納というのはあまりないんですけどね、こちらが一番ね大きな外部収納になります。まあ、このクラスとしてはね十分な容量かと思います。はい、こちらは温水ボイラーと冷蔵庫の、給気面になりますね。はい、運転席周りを見てみましょう。はい、こちらもね、乗り降りのステップのところも傷も少なく、ドアのインナーパネルもね、綺麗な状態です。はい、運転席周りもね、非常に綺麗な状態。メインのドライバーズシートもね、非常にダメージも少なくね、一部この辺ねちょっと汚れというかね、ちょっと青いねシミがちょっとついております。はい、じゃあ中の方をね、さらに見ていきましょう。後ろからね、見た運転席の様子になります。
いろんなものをね取り付けた跡もなくね、非常に綺麗な状態です。ダッシュボードもね、ご覧のように綺麗な状態を保っています。スカイライトが明るくていいですね。運転席のすぐ後ろには、クロークスペースがございます。でこちらのね、テーブルをねここにセットすることが可能になります。こちらキッチンの上の収納になりますね。ガスコンロもね、非常に汚れがなくねいい状態を保っています。はい、シンクの方もね、汚れ傷もね目立つものがなく、蛇口の方もカウンタートップの方もね、綺麗なのがお分かりいただけます。一部ガスコンロのカバーにちょっとね、割れた補修跡がねあります。はい、こちらシンクの下の棚になりますね。小さなゴミ箱があります。はい、冷蔵庫 3way タイプになりますね。こちらもね中の方も汚れとかねなく非常に綺麗な状態だと思います。こちらはキッチンの脇にある収納になります。 DVD が搭載されています。上部にはファン付きのベンチレーターがついています。集中コントロールパネルですね。から、オナン製の、発電機も搭載しています。このクラスながらシャワーとトイレをね備えています。こちらリビング部のね全体像になります。その手前にはね、こちらのような収納がございます。ここはね、フルフラットなねベッドにすることが可能になります。上には、クーラーが備わっています。でクーラーの両脇には、大きなね収納がオーバーヘッドキャビネットが左右に備わっています。こちら給水システムですね、かなり複雑なシステムになっています。反対側にはねサブタンクがついています。このタイプは、大小ね2タイプの、清水タンクを備えています。こちらねインバータも2つ搭載されていまして、今見えているのは、小さい方のインバータ、こちらで、テレビなどをね、電源供給するような形になっています。立って歩くことができるね余裕な高さがあります。